ようこそデジキーチャンネルへ。このゼロから学ぶ DC-DC コンバータ基礎講座第1章原理編。前回の第7回目では負荷変動が発生した場合にどうやって出力電圧を回復させるのかについて解説しました。今回の第8回目ではインダクタのリップル電流にスポットライトを当てて高圧 DC-DC コンバータについて解説していきます。理解を深めるためには第1回目から順番にご覧になることをお勧めします。それでは講師の矢田さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。本日の講師を務めさせていただきます矢田と申します。よろしくお願いします。本日のセッションはゼロから学ぶ DC-DC コンバーター基礎講座第1章原理編の8項、インダクターリップル電流の増作への影響というのを説明させていただきます。インダクターリップル電流はどうやって計算するんですか。で、インダクターリップル電流が大きい場合、小さい場合、いろいろありますけど、その最適値ってどのくらいなんでしょうか。そしてどうやって計算して、その大きさによるメリット、デメリットを解説するということになります。でインダクターリップル電流は、インダクターの音符によって電流、インダクター電流が増減しますけども、このピークトゥーピークの値をデルタ IL というふうな言い方で、話をしております。じゃあ、リップル電流がそもそもどのように計算されるかっていうと、結局、DC-DC コンバーターの V インと V アウトの間とスイッチング周波数によって決まります。で、V インと V アウトの、どれだけの時間で電流が増加するかっていうのが、計算になりますけども、まずスイッチング、DC-DC コンバーターは一定のスイッチング周波数で、スイッチングしている場合、1周期がスイッチング周波数分の1ということになります。ですから1メガだと1マイクロセカンドと。で、この定常状態ですと、V アウト割る V インっていうのが、オンの時間ということになります。このオンの時間にどれだけ電流が増加するかというのを計算すればいいということになります。すると、オンの時間にインダクターには入力側に電源電圧、出力側に V アウトという電圧が因果されているということになるので、オン時間×V イン引く V アウト、I イコール T×V 割る L という式の、ランプ電流速度があるので、こういう計算式になります。全部展開していくとややこしい式になるんですけども、オン時間は分かってる。V イン、V アウトは分かってる。で、オン時間をマイクロセカンドでやって、インダクターをマイクロヘンリーで計算すると、まあ、整数同数なので、デルタ IL は大体、あんなでもできるということになりますから、むやみとこう、全部、計算しない、こういう式にしちゃわない方がいいと思います。で、リップル電流とインダクター数値に対しての関係ですけども、V イン、V アウトが決まって、スイッチング周波数が決まっていると、T オンは決まって、V インも V アウトも決まっていると。ということになるので、完全に、インダクタンス値とリップル電流は逆比例すると。L 値を2倍にすると、リップル電流は半分になるというふうな関係になるということで、リップル電流を大きくする、小さくするっていう話の時に、この簡単に L 値で、大きくしたり小さくしたりする。それが簡単な値になるということになります。ある DC-DC コンバーターで、グラウンドに対してある低い出力電流の時に、リップル電流が小さな、この青い線の時と、リップル電流が大きな赤い線、まあ、ちょっと極端ですけども、赤いリップル電流の電源があったとします。で、こういう電源があった時に、この変動する電流を、コンデンサーで平滑することを考えたら、当然リップル電流は小さい方が、コンデンサーで発生するリップルも小さくなるはずですね。こんなにリップル電流が大きくなるってことは、平滑しなきゃいけない電流量も大きくなるので、出力のリップル電圧も大きくなるかもしれない。でなおかつ、回路に流れる電流がこう大きく変動しているわけですから、それによって発生する、周りにさせる磁界ですね。磁速変動によって、ノイズ、待ち散らせるノイズとかも大きくなってしまうということで、リップル電流が小さい方が、まあ、ローノイズな電源になるのかな。で、リップル電流を大きくすると、やっぱりノイズが大きくなるかもしれないよね。ということにはなります。で、ところが、じゃあ、リップル電流が小さければ小さいほど良くて大きいのはなんか問題が多いのかって言ったときに、急激に電流、負荷電流が増えたときに、電流を増やさなきゃいけないですね。で制御系が電流を増やそうとしたときに、PWM のオン時間をパッと広げて、インダクターのランプ電流速度っていうか電流を増やさなきゃいけないんですけども、L 値が大きい、リップル電流が小さいってことは、インダクターのランプ電流速度が遅いってことなんですね。ということは、負荷電流が増えた、例えばここからここまで増えましたって言ったときに、電流を増やそうと思うと、1クロックがほとんどオンの状態で、オフが短い状態で頑張っていても、なかなか、要するに、インダクターのランプ電流速度以上では電流が増えていかない。
なかなか電流が増えないってことは、制御系が、例えばエラーアンプのところをチューニングしたりして、ものすごい高速に応答にしたとしても、インダクターの電流のランプ速度自体が遅いと、電流が追従できないってことになっちゃうんですね。と、L 値が大きいけど、大きいと、LC 積っていう意味で言うと、L が大きいと C が小さくていいって話になるはずなんですけども、電流の増加率が遅くなるので、L は大きいわ。それじゃ足んないから、じゃあコンデンサでカバーしなきゃいけないよってことで、L も大きい、C も大きいっていうのが必要になったりするんですね。で、ところが、インダクタンス値が小さい、リップル電流が大きい状態にすると、このインダクターのランプ電流速度が大きいということは、同じように PWM を広げると、電流がポンポンポンと増加するということになります。ですから、制御系が十分に速ければ、インダクターの電流速度も十分に速くなるということで、高速応答、負荷変動に対する追従性がすごく良い電源ができるということにはなります。ただ、じゃあそればっかりがいいかっていうと、この電流がある程度増加したところで見てみると、ある出力電流の時にインダクターに流れるピーク電流はリップル電流が小さいとピーク電流低いですね。ところがリップル電流が多いとピーク電流は高くなる。じゃあ仮に3アンペア流している時にインダクターには何アンペア流れてますかっていう話になるんですけども、インダクターに、まあこれが3アンペアだとして、リップルがピーク2ピークで1アンペアだったとすると、この半値ですから 0.5 アンペア、3.5 アンペアでインダクターには流れている。こっちだとまあ仮に 3.1 アンペアしか流れてなかったとすると、インダクターに流れる最大電流が同じ出力電流3アンペアに対して 3.1 アンペアと 3.5 アンペアでしたら、当然、インダクターに流せる最大電流っていうのが、こちらの方がたくさん流せるインダクターであると困っちゃうわけですね。出力電流が3アンペアだからって言って、インダクターに流せる電流が3アンペアのものを選んじゃいけない。というのは、リップル電流が流れてて、出力電流より高い電流が必ず流れているということになる。ですから、リップル電流を大きくするとインダクターに流せるピーク電流も増えるのでインダクターの許容電流値も大きくしなきゃいけないということになります。じゃあこのピーク電流が大きい小さいっていうので結局は L 値が大きい方が許容電流が小さくて済むと。L 値が小さくするとピーク電流が大きくなるのでインダクターの許容電流も大きめのを選ばなきゃいけないということにはなります。もう一つこのピーク電流が大きいということで制限が出てくるのが、例えば多くの DC-DC コンバーターで過電流制限っていうのが、ピーク電流制限っていうのが使われることが多くなります。すると、ピーク電流制限にかかると、それ以上の電流が流せない。保護回路が働いて止まっちゃうので。と、その状態だと、ピーク電流からリップル電流の半値分引いた電流が最大出力電流ということになります。すると、じゃあ、インダクタンス値を大きめにしてリップル電流を小さくすると何が起きるかっていうと、この最大出力電流はリップル電流が小さいとここまで流せるんですね。ですから、インダクタンス値を小さくしてリップル電流を大きくしてしまうと、過渡応答は良くなるけど、最大出力電流がここまで。ただ L 値を大きくして、まあ、ダラダラしか上がんないけど、最大電流はここまで取れたりするということで、最大出力電流にも影響をしたりするということになります。で、DC-DC コンバーターがよく定格3アンペア。って書いてあるのは、推奨のインダクターを使った時のピーク電流で過電流制限が効く。まあ、いくらかマージンは持ってますけども、の設定にしているので、指定よりも L 値を小さくしちゃうと、3アンペアって書いてるのに、例えば 2.8 アンペアぐらいで過電流制限が効いちゃったりするとか、いう事態も発生するので、そういうリップル電流値をちゃんと計算して、最大出力電流にリップル電流の半値を加算したピーク電流が過電流制限に引っかからないかどうか、というのを確認する必要があると。ということにはなります。で、このピーク電流制限の場合は、最大出力電流が小さくなる可能性があるっていうことに気をつけて、設計しないと、思いもかけないところでトラブルに巻き込まれるということがあるということになります。はい、じゃあ、そもそもじゃあ、リップル電流をどのぐらいにすればいいかっていうと、まあ、標準的には最大出力電流の 30% っていうのが目安になります。ですから、1A 出力だったら 0.3A PP ぐらいのリップル電流が標準と。で、それに対して、まあ、小さくても最大出力電流の 10% ぐらいは欲しいよね。まあ、大きくても 50%。ただ、その、過渡応答命っていう風な設計をしたいときには、このリップル電流を 100% とかで設計することなんですね。100% で設計しちゃうと、出力電流に対してリップル電流がそのピーク値が 1.5 倍っていうことになるので、10A 出力だとピーク電流 15A までいっちゃうということになるので、インダクターはものすごい、許容電流の大きなものを使わなきゃいけないということになったりします。ただ、このリップル電流を計算する、逆算することによって、出力電流、最大出力電流からリップル電流、じゃあこのぐらいにしましょうね。
じゃあそれから逆算すると L 値が決定されるということで、L 値をこのリプレゼンに合わせて計算するということになります。出力は LC っていう形で作られるので、LC フィルターはだいたいスイッチング周波数の50分の1ぐらいということで、スイッチング周波数1メガだったら50分の1なので20キロヘルツぐらいの LC のフィルターを作るので、この L 値とスイッチング周波数の50分の1のコーナー周波数例えば20キロヘルツから2パイロート LC 分の1から C アウトを計算するということで L 値と C 値が決まるというような設計方式になります。ただ、これとこれだけでいいかっていうと、結局、過等等だとか、負荷変動で、コンデンサーの揺れが短大とか、いろいろあったりするので、リップル電圧が大きいとか、過等等が悪いとか、いろんな要求があると、C アウトを増量するとか、さらに過等等が悪いときは、L 値を、まあ、この予定を小さくして、リップル電流を多めにして、過等等を良くすると。で、なおかつ、まあ、C アウトも増加するとか、ということと、そもそも、制御系で L 値でどんなに頑張っても、A ランプが遅くて、制御系が遅いと、PWM をノロ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 とか広げたり狭めたりしかできなければ、もう L 値を変えたって C 値を変えたって全然、電源の応答が悪くなっちゃうということになるので、L も小さくするだけじゃなくて、A ランプ自体も高速のものを使って、まあ電源自体、高速制御系の A ランプ、電源を使って高速応答に追従するというような設計が必要になるということになります。はい。で、まとめとしては、L 値が大きくなるとリップル電流は小さくなる。L 値が小さくなるとリップル電流が大きくなりますと。で、L 値、リップル電流を小さくすると、過等音が悪くなる。その代わりローノイズにはなるけども、なるし最大電流が大きくなります。で、リップル電流を大きくすると、過等音は良くなる方向です。ただ、ノイズは大きくなるし、最大出力電流は低下することがあると。ということで、L 値も C 値もそれなりに使用するできる範囲っていうのが限界があるということになります。ですから、最適な動作のためには、L 値、C 値を十分に吟味して、使う必要があるということになって、電源足に与えて、インダクターの使用範囲、コンデンサーの使用範囲というのが、定義されてたりしますけども、それを超えた値を使っても動くものはできますけども、ちょっと条件が外れたり、変な動きしたりするっていうことがあるので、L 値、C 値の範囲を気をつけていただきたいなと思います。本セッションは以上となります。矢田さん、ありがとうございました。次の最終回では、入出力にリップル電圧が発生する理由について解説します。この後はデジキーからのお知らせがあるので、最後までご覧ください。チャンネル登録と高評価、あとコメントもお待ちしております。皆様、こんにちは。デジキーの山下です。デジキーは1972年アメリカのミネソタ州シーフリバーフォールという小さな町に設立されたグローバルな電子部品オンラインディストリビューターです。今日では1180万点もの電子部品を120カ国で販売しています。アメリカの巨大倉庫から注文商品を即日出荷し、日本国内まで通常3日から4日以内でお届けしています。さて、今回日本のお客様に向けて YouTube チャンネルを開設いたしました。学生からエキスパートまで幅広い層のエンジニアの皆様に向けて、エレクトロニクスの基礎から応用まで多様なコンテンツを配信していく予定です。これからもデジキーをよろしくお願いいたします。